物部氏は、日本の氏族の一つ。清は連後に圧村大和国山部郡、河内国渋川郡あたりを本拠地とした有力な、豪族で、神武天皇よりも前に、大和入りをした、にぎはやひいのちが祖先と伝わる天神系の、神別氏族穂ほずみや、うねめ氏とは、同族の関係にある、にぎはやひいのちは富夜姫るを妻とし物部氏の初代の、 馬島遅いのを設けた。神武友より大王家に仕えた士族で、もともとは鉄器と兵器の製造、管理を主に干渉していた士族であったが、次第に大友氏と並ぶ有力軍事士族へと成長していった。すでに有力町の頃には大連を排出し、各地に国の宮津港を残すなど有力な市として活躍していたといされる。物の部氏は海部を廃下とし、 刑罰、警察、軍事、呪術、姿勢などの職務を担当し、また、奈良県天理市街地周辺にある、石上、豊田古墳群、蕎麦の内古墳群の被葬者は、物の部氏一族との関連が指摘されている。物の部氏は528年、慶大天皇22年に、九州北部で起こった、祝いの乱の鎮圧を命じられた。これを鎮圧したノノ、物の部屋か日は、 戦火天皇の元年の7月に死去している。戦火天皇の崩御後、金明天皇の時代になると、物延部おこしが大連になった。金明天皇の時代くだらから送られた仏像をめぐり、大臣、蘇我稲美を中心とする数仏派と大連、物延部美京や中富の鎌子を中心とする廃仏派が、争った。稲美お経の死後は、蘇我馬子。 物の部森屋に代替わりした。大臣、蘇我馬子は、美月天皇に相乗して、仏法を信奉する許可を求めた。天皇は、廃仏派でありながら、これを許可したが、この頃から薬病が流行しだした。大連、物の部森屋と中富のマサル会は、茂神を信奉したために薬病が起きたと相乗し、これの禁止を求めた。天皇は仏法を止めるよう御事乗りした。 森屋は自ら寺に赴き、小床に座り、仏塔を破壊し、仏殿を焼き、仏像を海に投げ込ませ、孫や芝たち等ら仏法信者をメンバした上で、達死等の娘全身に、及びその弟子の絵前に、全蔵にら三人の二を捕らえ、衣を剥ぎ取って全裸にして、椿市の駅舎へ連行し、群衆の目前で無打った。こうしたもの氏のべのの動き以後も病は、流行し続け、 美達天皇は崩御。数物、廃物の議論は、時代の陽明天皇に持ち越された。陽明天皇は、蘇我稲目の孫でもあり、美達天皇とは異なり、数物派であった。しかし依然として、薬病の流行は続き、即位して、わずか2年後の587年5月21日に、陽明天皇は崩御した。森屋は、磁天皇として、 穴ホベ王子を行位につけようと図ったが、同年6月孫は、カシキ屋姫の御事の利りを得て、穴ホベ王子の宮を包囲して中殺した。同年7月、カシキ屋姫の命により蘇我氏及び、連合軍は、モノノベモリアの館に攻め込んだ。当初、モリアは有利であったが、モリアは、河内国渋川軍の本拠地で戦死した。同年9月9日に、蘇我氏の推薦する。 須春天皇が即位し、以降、森屋宗家の物の部氏は没落する。しかし、後に、石上氏が朝廷内で復権を果たし、また、全国の物の部氏系の国の宮津湖は、何事もなく続いた。684年、天武天皇による発色の姓の改革の時に、蓮の姓から阿尊姓へ改めるものがあった。686年までに、物の部氏から改めた石上氏が、 本宗家の地位を得た。大和国山部軍籍上里付近を本拠にしていた集団と見られている。石上浜元、物の部ゆげ森屋の弟である物の部石上にえ子が、称していたが、後に、森屋の兄、物の部大一お狩りの彦とされるマロが、石上の家を継いだとする説がある。石上マロは、阿蘇の姓が与えられて、708年に、左大臣。その死にあたっては、拝聴の上。 11位の遺械を贈られた。息子の石上おつまは、後見天皇の時代に中納言、おつまの息子の石上やかつぐは、官武天皇の時代に大納言にまで上った。またやかつぐは、文人として、大海の三船と並び称され、日本初の公開図書館、運転を創設した。石上氏は、やかつぐの四国行を出すことはなく、旧世紀前半以降、中央貴族としては衰退した。 また、石上神宮士官家の物ノ,ノ氏を八カ次の弟、息、キ、ぐの子孫とする金星の系図がある。物ノ,ノ氏の特徴の一つに、広範な地方分布が挙げられ、無性の物ノ,ノ氏も含めるとその例は、枚挙に、いともがない。長年後のこと氏、物ノノ神社、カ主へのおさだし、金子氏、広瀬大社、カ主への曽根氏のほホズミ氏、ウネメ氏をはじめ、 同族氏族が非常に多いことが特徴である。江戸幕府の幕臣、お牛宗来は子孫と言われる。石上白中央の物の部氏族とは別に、古代東国に物の部氏を名乗る人物が地方官に任ぜられている。記録がある。不創略記道のく話記などには、道のく大目として、物の部長頼りという人物が記載されている。いわゆる腰古,古伝の一つである。 物の部文書によると、では物の部氏は、物の部森屋の子孫と称しているが証拠はない。一方で六国氏に参見する不襲への死政令の中には、吉谷公氏が物の部は蓮を賜ったという記録も見える。ただし、東国の物の部君は、彦瀬間島命の子、夏場の命に始まる家能の氏の支流である。下佐物の部氏、編集下佐国捜査軍に本拠を持つ物の部捜査。 蓮の祖先伝承に、ふつくるの子で、木蓮氏の弟の物の部商事が坂東に進出し、制圧したというものがある。また、平安中期に作られた和名類受賞には、下宇佐国千葉郡物部号、四つ改造氏、物井の記述があり、これらについては、日立国史の打軍との関連を指摘する説があり、香取神宮と物の部氏の関連も指摘されている。古代大割の東部に、 物の部市の集落があり、現在は物の部神社と武器庫であったと伝えられる公務神社が残っている。岩見国の市のみや物の部神社は、武民設置地説以外に、出雲勢力に対する鎮めとして創建されたとする説もあり、鮭の長田の家、金子家は岩見国像と呼ばれ、この地の物の部市の長とされた。金子家は、戦前は鮭家,家族として男爵に列している。 ただし、岩見国像は本大紀国像の支流である。岡山県には、備前一宮として知られる、石上二見玉神社がある。縁起によると、須佐農村が山田をおろちを退治した、戸塚県の県を山城の岩倉に収めたのが、始まりと言われる。江戸期には、岡山藩の池家から尊崇を受け、物延べ生への復製を許されており、今の宮司も物延氏を継いでいる。 大和の石上神宮の本社とも言われているが、神宮側は公認していない。仙台旧寺本儀巻十、国蔵本儀には、以下の物のべ氏族国蔵があったという、常実の岩見国蔵のように、古代資料には見えないが国蔵を私称するものも存在する。1935年に、八尾市渋川町にある渋川天神社奏社場を工事した際に、この場所から、 仏教施設に用いられた塔の基礎や、多数の人道闘争門の河原が出土している。この遺構は、物の部氏の居住跡である、渋川廃寺氏とされることから、物の部氏を単純な廃物派として分類することは、難しく、個々の氏族の崇拝の問題でなく、国家祭祀の対立であったとする見方もある。そもそも廃物派であったのは、物の部屋の一族であり、その他同族については、 廃物派であったとの記録はない。資料、ありがとうございます。